例えばディフェンスが大きく引いてしまって、大きく引いてしまったで、2面やってきてですね、こっちの選手がずっとここで待ってると、結局はパスで来ません、この角度では。でそういう時にはカットスルーして、私はこれを縦のボールラインって呼んでますけども、普通はボールラインっていうとベースラインに平行ですよね。これはまあ私は横のボールラインって呼んでいて、これはサイドラインに平行の縦のボールライン、ここへ来るとこれもう必ず安全にパスが来ます。でこれがディフェンスがこっちくっついちゃえば、これノーマークでレイアップされちゃいますから。で ここでパスして、だからディフェンスが来ればノーマークだったら自分が1対1する、ディフェンスがかかってくればこっち側でまたノーマークができるっていうふうに動いてやった方が安全にパスが来ます。でこれをやってみます。いいよ、そう、引き気味に、引き気味にカットして、そう、 OK、 ナイスプレー。一つだけ最後にポイントをご説明します、まあ、これ縦のボールラインへカットスルーしてきてパスをしました。でここの選手の動きなんですけども、パスをした後の選手にチャンスがあるということは先ほどもお話ししましたが、パスをして早く動きすぎてここで待ってるとボールは来ません、ゴールも邪魔になりますし、ここのパスレーンにディフェンスが入ってこの距離も狭いので、ですからパスをした後にここを結局は飛び込むんですけども、飛び込むタイミングを十分に測らないと、そこからいいパスが来ないっていうことになりますんで、パスした後の動きのタイミングっていうのは非常に重要です。そこをポイントにして、指導してみてください。